ミロスラフ・コスタディノフ、通称ミロは、ブルガリアの歌手、ソングライターである。1976年に、ブルガリア東部のドブリチに生まれた。1990年より、音楽活動で複数の賞を受けた。1999年には、ガリーナ・クルドバとのデュオ・カリズマを結成して、ヒット作を生み出し、全国的に知られるようになった。 2006年にカリズマの初のアルバムを発売した。その後は二人ともソロの活動が中心となり、リオでの活動はほとんどなくなった。ソロ作、アイルズ・コントロール・エンがヒットとなり、2008年に初のソロアルバムをパイネルから発売する。ユーロビジョン・ソング・コンテストの2010年大会のブルガリア代表の選考は、 前年までのような公開のコンテストでの視聴者投票によるものではなく、ブルガリア国へ放送で内部的に選ばれることが決まった。2009年10月、ミロは最も多くの審査員の支持を受けて2010年大会のブルガリア代表に選出された。2010年2月までにジャンルの異なる5つの楽曲を制作し、その中から1曲が視聴者投票によって、 代表曲に選ばれる。ありがとうございます。